はい、こんにちは、よりです。今日は EV ヒーローズ開けていこうと思います。イエーイ、なんだぞー、やったー、なんだぞー、イエーイ、EV ヒーローズ開けていくんだぞー。でね、今回は15パックです。なんだぞー、マジでなんだぞー。あのね、友達と協力して買ったワンボックスなのね。だからこれ、ワンボックスを右半分と左半分に分けて、その15パックずつ分け合ってきたんですよ。なので、今回はこれ、箱の、右半分です。左半分はお友達が持っていきました。ゲンガが普段選んで負けてる方なんだぞそうです。その15パックを今から開けていこうと思います。スライムどうせ出ないんだぞ。いや、そんなわけないんだぞ。今回は出るんだぞ。ゲンガも見守っていくから、SR ちゃんと当てるんだぞ。うん。いや、でもね、出なかったら悔しいけど、知らん他人が持っていってるんじゃなくてさ、友達の手に渡ってるって思えるからさ、まだマシだよね。まだメンタル健康でいられるよね。っていうのは、あると思います。よし、じゃあ、15パック切りましたと。このちゃんと上も下も入れ替えてないから、おそらく、その、ありのままの状態で開けていくことができると。いやー、出るかな？まあ、まず1パック目はね、そんな、さすがにだと思うんだけど。いやー、どうなるかねー。じゃあ早速1パックずつ、見ていきましょう。おー、いきなりニーフィアブ出たー。やったー、なんだぞー！イエイイエイ、なんだぞー！いや、ニーフィアブイかー。いや、いいねー。いや、嬉しい。ニーフィア、超可愛いよな、これなー。可愛い。いや、好き。早速 WR が出たよ。いやー、幸先いいんじゃない？1パック目から出たわ。まあ、本題はそこではないとはいえね。SR がどっちの手に渡っているかっていうところが一番気になるところではあるけど、まあ、1パック目からニンフィアはちょっと盛り上がるなぁ。いや、いいね。ニンが映りたいんだぞ。うん、そうだね。おー出た早っ早っ右側2パック目から、ブースター VSR。まあそういうことになりますね。ちょっと複雑なんだぞ、当たったら当たったで。まあまあいいじゃない。ブースター SR が我が家に来ましたよ。やったなんだぞ、嬉しいんだぞ。いやちょっと友達には悪いけど、いやでも友達も友達で UR とか引いてる可能性もあるからな。うん、そう信じておこう。うん、じゃあこっちから UR 出ない可能性あるな。いや UR もこっちもこっち側もかさらっていきたい所存。いやー、ブースター出たね。いやー、よし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 。よし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 。さあ、残り13パックもあるけど、どうなるやらね。いやー、UR 出たりするかな。個人的には、ブラッキーの VMAX が出てくれると、大変喜ばしいんだけどね。いや、そんなことないな。ほぼ、なんでもいい。よし、じゃあ、次。よいしょーい。いやー、あのね、ここのさ、ここの色でさ、なんか、WR ってか、ポケモン V、VMAX あたりが出てくるんじゃないかって思わされちゃうんだよね。いやー、松丸カードでちょっと、心躍っちゃうんだよね、一瞬。いや、これ V 来るかみたいな、なっちゃうんだよね。このね、謎解き。今回謎解きで、1枚多く入ってるっていうね。よっしゃ、次。あ、ピカチュウだよ。ほら、ピカチュウ。ゲンガ、ピカチュウだよ。ピカチュウ、ピカチュウ、それがどうしたんだぞ。んピカチュウだね。汗、それが何なんだぞ。いや、ピカチュウだね。ゲンガ、関係ないんだぞ。関係ないの？関係ないんだぞ。あ、そう。そうっすか。でも、ピカチュウ、かわいいね、これね。ほんとかわいい。で、おー、ライチュウだ。ピカチュウもライチュウも出たよ、これ。ほら、ゲンガーちゃん。君の進化先だよ。ゲンガーはもうこれ以上進化なんてしないんだぞ。ゴーストから進化したんだぞ、ゲンガーは。ん？そうなの？まあ、当たり前なんだぞ。ポケモンのこと知らないんだぞ。いや、知ってるよ。ゴーストがゲンガーに進化することぐらい知ってますけど。次なんだぞ。はいはい。よし、じゃあ次ね。あ、なんか、あ、でも、
松丸カードかもしれない。おお、リーフィア VMAX 出た。リーフィア VMAX、 VMAX 枠が出ましたね。でぐんぐんしていくね。はい、いやー、リーフィア VMAX いいね。いやー、これかわいい。ちゃんと VMAX もちゃんと1枚拾っていく。基本2枚っぽいから1箱に、まあ、1枚出たっていうのは最低限のあれはなしているよね。うん、なんだぞ、嬉しいんだぞ。これユンガーが1箱の半分でこっちで勝負してるみたいな感じだったら絶対勝ってたんだぞ。それはもうほぼ間違いないですね。それじゃあね、いやーね、ユンガーちゃん惜しかったね。本当にな。いや、こういう時に右から出るっていうね。なんでなんだぞ。まあまあいいじゃない、今回は勝負じゃないんだから。いや、ピカチュウで、ピカチュウ、オードーブルだ。おーで、母子もりと。で、ドリームボール、松丸 VMAX。松丸 VMAX って何なんだぞ。謎解き。松丸 VMAX の大謎解き。よくわかんないんだぞ。次行くんだぞ。はいはい。で、特にこれは特になくというね。残り5パックかな？残り1、2、3、4、5パック。いやー、まあ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 。こっからもしかしたらワンチャン中のワンチャン、金ピカのカードとかがね、出てくる可能性もあるからね。いやー、金ピカのクイックシューターのインテリオンとか、いやー、おーい、一瞬焦ったよ。一瞬、ここの縁の輝きちょっと一瞬焦るよね。という一撃エンティでした。一撃で統一するデッキだったら結構強いんじゃないかなと思うんだけどね。で、ロトムと、ゴロンダ、マクワ、出たマクワ。出たよ。いや、マクワの SR だったらもう、どうしようかと思うよな、このパックな。いや、別に、引くことかみたいに思い入れがあるわけでもねえから、マクワの SR はできるだけ避けていきたいところ。出たマリル。いやー、で、もうラスト3パックなんだね。ちょ、これはどうせあれなんだぞ。わかんないよ。アロマなお姉さんかもしれない。うん、マクワかもしれないんだぞ。じゃあもう見ていくよ。わかったよ、もう。はい。はい。ほら、あれなんだぞ。まあ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 。いいじゃない。ラスト2パック。何が出るかね。ていうか、終盤、何か、VMAX あたり出てほしい。いや、出ないね。いや、この、サジニアパック、俺ちょっと使いたい、これ。種ポケモンなら、たとえ相手の HP が8万あっても、問答無用で気絶させる最強の技、サジニアパック、使いたい。さあ、ラスト。最後なんだぞ、いくつなんだぞ、カミカミなんだぞ。うん、何カミだ、俺もカミカミ。最後なんだからしっかりやるんだぞ。人のこと言えないでしょうが。よっしゃ、最後行こう。あ、EV だ、EV。いいね。EV ヒーローだからね。てか、これ身代わりとなんかやってんのかわいい。ないこれ。かわいい。今気づいたわ。かわいい。で、ヤンチャム、ファッションモール、マルマインと。はい。15パック。開封し終わりました。SR 出たんだぞ。イエーイなんだぞ。イエーイなんだぞ。はい、じゃあ今回の開封結果はこんな感じですと。15パックだからね、こんな感じなんだけど。いやー、SR がね、しっかり出てくれたと。いやー、マジで。あの友達マジで引き強いからさ、SA ボンボン当てるから、いやー、絶対こっちは出ないんだろうなと思ってたんだけど。ちょっとギガも心配してたんだぞ。てか正直期待してなかったんだぞ、半分。いやね。いやー、でもまさかね、出てくれるとはね。で、まあ、あとは V が1枚と VMAX が1枚って感じかな。普通の封入率で言ったら、まあ、向こう側では V3 枚の VMAX1 枚出てそうだねっていうところで、まあ、SR2 枚箱とかだったら向こうでね、金ピカとかが出ている可能性もまあ、あるというね。うん、なんか出てそうな気がするんだぞ。あいつマジで引きやべえからな。出てそうだね。ちょっと、開封結果知りたいけどね。はい、というわけで、じゃあ15パック無事 SR 取れましたというわけで、じゃあ次もね、また何かしら開けていくと思うので、よかったら次も見てください。チャンネル登録もよろしくなんだぞ。じゃあご視聴ありがとうございました。バイバーイ。バイバイなんだぞ。